ございます。ありがとうございます。今日なんですけど、この心拍をちょっとやっていきたいんですけど、今年のお祭りの時に Q さんが作った T シャツ、はいはい、覚えてますでしょうか。県外の、はい、あれは以前川崎先生が持っていた木を私が針金かけて、うん、大県外の木を整えて作ったような木なんですけど、はい、あれが今年 T シャツになりました。私は木が好きだし、まあ、演習もそういうのが好きで、うん、そういう素材がたまたまもう一個入ったので、うん、これ、はい、でこの木の場合はまだ抜くというかあまり幹を削ったりとかも何もない状態なんですけど、はい、下に下がってるっていうのは似てるような状況ですね、うん、なのでこれを削り出しと針金をかけてまた大県外の木を作っていきたいなというふうに思います、はい、でこの木の経緯としてはこれは、ね、教室の生徒さんが持ってた木をこれも川崎先生が指導して今の形にあるっていうことなので、先生が作るとこうなるんだ。そうですねでもやっぱりね、ここまで下枝が残ってるっていうのも上をね、うん、しっかり透かして残っているってことなので、はい、特徴を生かしながら一回大県外で作っていきたいなというふうに思います。でまずこの木としてやることは木を掃除してですね、うん、こういうちょっと汚いような皮を削って、であとはシャリを作っていきたいなというふうに思います。シャリ付けした後に針金をかけて、で一回できるかな、ちょっとできたら植え替えもしたいなというふうに思います。もうあります、鉢がね、はい、ありますか。そうですね、それが一番のネックですね。いい鉢があればちょっと下行きたいなというふうに思います。わかりました、はい。まあ、ざっとちょっと特徴見ていきましょうね、はい、まずこの一番上のところはもう完全に枯れてしまっている枝ですね、はい、まあ、ちょっと削れてますけど、これももうちょい綺麗にしていって、あとは、幹がですね、まあ、おおよそ3つの枝に分かれてます。まずはこの一番メインとなるメイントランクですね、はい、その上に頭になり得るこの枝と、もう一個ここに裏に幹があります。この3つで構成されてるんですけど、最初の構想ではこれ取っちゃってもいいかなと思ったんですけど、はい、まあ、売り物ですし奥行きないよねって話で、まあ、ちょっととりあえずつけておきます。これを取るやり方としてはこれ展示にしてもいいかなと思った。上向けて、上向けて、それでもなんか面白いかなと思ったんですけど、うん、まあとりあえずこれはこれで一回作って、はい、で展示にするんであればまたいつでもねできるので、うん、これはこれで作りたいなというふうに思います。じゃあまずは皮も削っていきたいので、この真鍮のブラシでスタッと、でこの心拍の場合は全然皮めくってないんですよね、掃除で。だからこの間に虫とか入るかもしれないし、あとは何しろシャリを削るときに皮の層が見えてないとなかなか削りにくいってのもあるんで、これを全体的にやっていきます。はい、時間かかります。時間かかります。はい、ざっとこんな感じでやりました。で次はシャリを入れていきます。で、まあ、これもねできれば板シャリにしたいので、以前からやってるように両サイドシャリをつけて幅を出していきたいんですけど、こいつがどこまで枯れてるかなんですよ、ここの線で。で要はここ内側と外側をこうやって肥大させたいんだけど、ここが枯れてるともう肥大できないんですよね。なのでちょっと先にこれをここら辺まで削ってどの辺まで生きてるかちょっと見てみる。でそれ次第ですかね。あー、でも生きてるっちゃ生きてる、生きてます生きてますか。生きてますので、じゃあいつも通り横を削っていきますね、はい、ここを肥大させたいので、はい、この両サイドをこうやって削っていくって感じ。そうするとこっちがだん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 大きくなっていくと。これもう一個の枝にもシャリ入れるんですか。うん、入れていきたいなとは思いますね。今日終わんないですか。終わんないかもしれシャリが終わりました。
ざっとこういう風に、両サイド、ここと、うん、まあ、こっち側にも両サイドと、はい、まあ、枝の方にも、やりました。であとは反対側のこっちの幹は、まあ、ちょっと途中までですけど、シャリ付けを行いました。はい、まあ、本当にね、無垢の状態からやったので、一回これぐらいで終わりにして、でもう一回、もう少し落ち着いたらまた拡張していくっていうのを繰り返して、シャリを作っていければなとは思いますね。はい、なので、まあ、今回はちょっと途中までですけど、このぐらいで終わらせたいと思います。で次は、剪定と針金先をやっていきたいので、構想としてはこれが頭になります。一番上の部分ですね、はい、その中にこの頭のこの下に長く伸びるような下枝というのをつけて、はい、でこれを裏枝にするんですけど、ちょっと見てもらえるとこの辺がちょっと重なるんですよね、うん、これがなくてもいいかなっていうのはあったんです最初、うん、なのでこれだけ被ってるようなこういう枝を切ってあげて、完全に裏に全体葉っぱが行くようにしてあげればなっていう、うん、あとは頭よりちょっとね高くなっちゃうので、できるだけこう幹を下に下げると、下げてあげるといいかなと思いますね。はい、大きい枝に関してはそんなにかけないでいいかなとは思うんですけど、うん、ただここの裏の方はもう少し若干動かしたいので、裏枝だけ太い針金かけます。はい、で上は細いやつで緩くかけてあげればなというふうに思います。先に剪定をするそうです、はいはい、こういうのは棚が重要になってくるんですよ。こういう細い木なのでびっちりっていうかは棚で線で見せるような木を作ってあげた方がいいと思うので、まずは本当にいつもと同じように、まあ、ハスカシの要領ですけど、混んでるところとあと下に出てる葉っぱを取ってあげます。こういうところですね、ところから結構生えてます。これは取った方がいいっていう場合と残さないと足、ね、腕が伸びちゃうっていう考え方両方あるんですけど、今回の場合は割と、まあ、幹に近いように葉っぱはしていきたいのでちょっと残しとこうかなと思います。こういうところですね。ただちょっと見ていただくと、これは上向きに出てるんですよ、はい、この葉っぱで、この下にもう一個生えてるんですよ、うん、こことここに生えてる2個、これは下向きに生えてるからこういうのはいらないと思う、うん、でこういう横向きのやつだけちょっと取っとけば、これもそう同じようだよね。取っとく、立て替える可能性があるからってこと？そうそうそう。こういうのは逆に言うと、こことここのバランスで言うと長いんですよ。うん、ここがね、うん。だったらもうこういう長いの切っちゃうよ。こうやって。そしたらね、短い棚ができるじゃないですか。うん、こういうのも、この細い幹なんだから伸ばす必要ないんですよ。うん、でこれ伸ばしとくずっと枝も太くなるんで、はい、こういうのは止めちゃった方がいいですね。ネズミと同じなのかな。そうですね、だから時飛ばなんですよね、こういうのも。時飛ば、太らせたい木だったら、なんかもっと充実させたい木だったらこうやってグッと走らせる。でもこれはある程度細さが重視でも、ある程度がもう細さがメインの木だし、幅りはいらない木なんです、絶対に、はい、だったらこういう芽は摘んじゃった方がいいですね。でこれは、ここが重なるからいらない。違う、こう重なれるように、はい、セオリーで言うといらないって枝は結構あると思うんです、この木の。でもそれがわざと残ってるっていうのが逆に面白みっていう考え方もあるじゃないですか。これ先生の考え方があったりとかして、わざわざ残ってる枝っていうのもあるので、それはそれで使っていきたいなっていうふうには思いますね。で枝剪定するときはこういうのもただダランってなってる状態で切るんじゃなくて、針金をかけをしてどの角度になるからこの葉っぱは下になるなとか、こうしたときにあどれが下になるなっていうのを考えながら取ってあげるといいですね。そこまで考えておかないと、うん、の方が後の針金かけが楽になります。まず太い針金使ってこれを下に下げていきます。葉っぱ終わったんですね。あのこの辺を残し、こういう木、まあ大圏外の木は特にそうなんですけど、はい、やっぱりね、上は摘まないと下枝が枯れますね。で本
当に下枝が弱いんですよ、こういう木の場合は、うん、だから何よりもその上を透かすっていうのは重要に考えないといけない樹形だと思いますね。この時期、うん、あの形成層ずれやすいんでそれは注意した方がいいですね。はい、一段。はい、寄りましたか。ちょっとね、寄りましたんで、うん、次このメインのところと下までちょっとかけていきますね。はい、もうなんか良くなりますね、キュッと、うん、はい、ざっと荒掛けが終わったところなので、これからちょっと細かい動詞をかけていきます。ちょっとこの辺苦戦したんで、間空いちゃってる時はありますけど、じゃあ細かいのやってみますね。頭の枝の先端は下げたまま、ちょっと上げる感じ。これはちょっと上げます。ちょっと上げる、はい、ただちょっともうずれかかってます。皮が慎重にね、慎重にやんないといけない、はい。一回一通り針金掛け終わりました。針金掛けについては、葉っぱについては以上なんですけど、この陣をどうしようかって今悩んでまして、はい、でこの陣のデックのところはここの立ち上がりがまっすぐっていうところで、うん、ちょっと裂いてみたんですよ、ここら辺を。でここでちょっと変化は出るかなっていうのと、まあ陣自体が柔らかいので、まあ、年数もね、これは畑の木なんで、まあ、この陣自体つけるかつけないかっていうのは、まあ、一応ついてるからアクセントしつけようかなっていうの、はい、思ってます。ただ立ち上がりがまっすぐでつまんないんで、ちょっと曲がるかな、あこれぐらい折ってこう持って、あこれぐらいだといいかもしれない。パキって折ったけど大丈夫なの。大丈夫大丈夫、取れない、取れない取れない。これぐらいでちょっと編み線で固定しようかな、はい、で陣を同じように下ろす、下ろしてくるかな。まあ、うるさいかもしれないですけど、うん、ちょっと一回やってみて、ま、はい、よかったら取っちゃえばいい。うん、そうですね、はい、ある線でここはやってます。当選だとシャレに色がついちゃうということですね。そうですね、はい、何やってるんですか。私ですか、はい、私あのこの絵の今挿し木を作るらしいと噂を聞いてますので、一番子です。一番子、はい、キューさんが挿した一番子って言われるやつらです。一応一通り針金が終わりまして、はい、まあ、枝は少しちょっと多いような気がするんですけど、まあ、売り物なので今はちょっと多くつけております。幹の部分は銅線でかけて、うん、陣のところはちょっとアルミ線で太くかけました。さっきよりは寝たかなと思いますし、うんうん、この枝と同様に下にグーッと下げて、まあ、あたかも前ここに枝があったような、そういう雰囲気が出せたんじゃないかな。これが白くなってくれば厳しい感じが出ると思うんですけど、はい、この後植え替えしていきたいんですけど、ちょっと今鉢がないのでちょっと後日これに合う鉢に植え替えていきたいなというふうに思います。とりあえず今日はここまでですね、はいはい、また明日、明日か来週か、来週か、はい、はい、それぐらい1週間だった？5日ぶりぐらい、5日ぶりちょうど今、うん、僕が見つけてきました。あ、そうなの。いろいろ合う鉢がなくて、ただこれもこれからの木なので、はい、急に締めすぎてもちょっと良くないと思って、うん、ある程度余裕のあるような鉢でちょっと高さのある、ね、下方の鉢を探してたんですけど、ちょうどいい味のある時代の乗ってるような鉢が見つかったので、今回はこれに植え替えていこうと思います。柄を一周、はい、うん、こういう感じ。これ梅かな、梅、ね、これはもう園芸用の鉢ですよね。
もともと今の教室の生徒さん、これをお持ちの方はお花屋さんなので、多分胡蝶蘭というか硫黄の鉢かなとか思うんだけど、よいしょ、はい、あ、ごめんなさい、鉢の準備をしました。ちょっと焼けてるっぽいとこあるな。でもこっちの鉢入れた方がより元気になるとは思うんだ、うん、が長いところは落としますね、うん、真ん中に植えたいんですね。ボールが固定してるんですね。そうですね、はい、前回と違うところは鉢とここシャリ塗りましたんで、うん、ちょっと白くなってる、あ、シャリじゃない、陣ですね、はい、ここのシャリ削った部分まだ何も塗ってないので、うん、もう少し時間が経ってから塗ってあげれたらいいのかなというふうに思いますね。あとはこの木の特徴でいうと、やっぱりこの下枝があるぐっとあるっていうのが特徴なんで、うん、樹勢的に見るとここが一番強くなりがちなんですよ、はい、ですからここをまあ定期的に透かしと枝抜きをしてあげないとこっちがどんどん弱っていく。そのちょっと例を見せます、はいはい、これが同じ口なんですけど、はい、まあ、作り方も川崎先生と一緒にやったやつなので、うん、同じような作りになってますけど、ちょっとここが強いですよね、うん、ある程度ちょっと下まで見てみるとここがちょっと弱い、うん、これの原因はやっぱりさっき言ったようにここをちゃんと整理して落としてあげないと弱っちゃうっていう、まあ、基本的な盆栽の下枝とかの考え方なんですけど、いや、如実に出るんです、この長いやつだと、はいはい、特に。なのでこの木の場合もしっかりこの上の部分は落としてあげないとやっぱりだん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 弱ってきちゃうので、そこだけ注意するポイントですかね。それはハスカシと目摘み、まあ、枝抜きもそうですけど、うん、しっかりしてあげるといいと思います、うん、まあ、前回は T シャツになった木も同じような作り方をしたんですけど、うん、あれは割と年数がかかってる木だったんで ね、うん、そうですね。でこっちの場合まだ、まあ、幹も無垢でしたし、うん、まあ、何もかも若いような木だったものですから、それをこういうふうに一手間入れてあげて、これが時間経過してくると もっともっと味のある木になってくると思うので、はい、こういう木チャレンジしてみても面白いんじゃないかなと思います。そうですね、はい、このだから挿し木の素材をこういうふうに下げてって、そうそうそう、で数年経ったものを作ったみたいな感じだもんね。そうです、そうです。あとはこの足元にもう少し芸があっても、うん、もっと面白いと思いますし、あっちの木はまだねもう少し芸があったんですね。なるほど、まあ、シャリ次第なんですけどね、それは、うん、
ただ一曲あったりとかするともっと良くなると思うので、そう作りたい方はそうしていただいて、であとは長くなっちゃった時どうしようかって思われる方いらっしゃると思うんで、そういう時はこういうやり方も一つあるんじゃないかな。普通だったらここで落とすような弾きなんですね、セオリーで言ったら、そうですね。ただそれをわざと残したっていうのはやっぱりね、先生の感性っていうのもありますし、逆にそれが味になって希少性が出てくる。やっぱりそれが盆栽のなんだろうな、セオリーにとらわれない楽しみ方というか、かなというふうに思います。私こういう木が好きなので、ぜひ皆さんもこういう木チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、この動画がよろしければいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます、はい、終わり、はい、ありがとうございました。今日は6月11日日曜日です。はい、今日付の埼玉新聞さんに見えますか、ここに、盆栽の投稿動画が人気に、ほら見出しがあります。見てみましょう。君のミニ盆栽日和かな。あ新聞読みます。読まないです。テレビもないです。あ、そうですね。世代超えて身近に YouTube 盆栽級。私載ってますね、ここにね。お、ここに載ってます。6月11日の埼玉新聞さんに Q さんが。ね、関東のでかく載ってるじゃん。どっちもの写真。確かに。確かに。内容としては田口さんがどういう経緯で出られたかなっていうのと、ちょっとした出会いの話と、ひるまさんのご活躍の様子を、記事にしてもらいました、素敵に書いていただきましたね。はい、素敵に書いて、素敵に書いてくれました。埼玉新聞さん、いつもあったかい記事を書いてくれるんで、ぜひ購読していただいて、ぜひね、埼玉じゃない方もそう、面白いですから、はい、いつも私も読ませていただきますので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。